こんにちは。こちらは群馬県の赤城山にある花の宿湯の沢館の混浴風呂に来ています。ここが脱衣所です。見てください、脱衣所はこういう感じになっております。カゴが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 個カゴがありまして、まあ、簡単な洗面台、ドライヤー2つまあこの辺ジェルとかで、ゴミ箱ですね。冬になったら多分この辺のファンヒーターやら、まあ、ストーブなんかつくと思います。で、一応基本的には立ち寄りの入浴は1時間程度でお願いしますということでですね、よく混浴のお風呂には待機して待つワニと言われる男性が多いんで、多分こういう注意書きがしてあるのだと思います。ではお風呂に行ってみましょう。さあ見てください、こちらどうですか。いいですよね、この混浴。まあボディーソープにリンスにシャンプー、2つ洗い場がありまして、でこちらが熱いお風呂ですね。まあ皆さんこちらでメインで入浴されると思います。でこちらが、ぬる湯になります。ぬる湯ですね。こちらまあ熱いお風呂に入って、まあ暑すぎるなって思ったらこちらで体を冷ましていただくっていう感じですね。でこの景色がですね、まあ下はこの川が流れてまして、まあなんとも昼間だったら眺めがよく見えると思います。まあ、あちらも5,1,2,3,4,50の塔やら傘やらですね、まあいろいろ小物がありまして、で最後にお湯が出るとこだけ、じゃちょっとなかなか湯の花もですね豊富で、こんな感じでですね、ちょろ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 こう熱湯が出てる感じですね。はい、こんな感じでですね、群馬県赤城山の湯の沢館、ぜひ一度混浴に来てみてはいかがでしょうか。